メンターの教え。敗北した将軍。今は自分を変えたいのですが、一度に変えられるものではありません。練習していないので、どうすれば変えられるのでしょうか。この習慣や感情に従うのではなく、今すぐ練習を始めましょう。理解してください。あなたを悩ませて問題を追加する人は、彼らはそれに来て、彼らはそれに行きます。 彼らはあなたを悩ませることはできません。彼らはあなたに問題を追加することはできません。あなたはあなた自身の義理と境界に住んでいます。それはそれです。あなたはあなたです。それを放っておいて、雲と夢を追いかけるのをやめなさい。それからあなたは失敗するかもしれません。あなたは一度失敗するかもしれません。あなたは二度失敗するかもしれません。 あなたは千回、一万回、あるいは数十年さえ失敗するかもしれません。それからみんなが言った、それなら私たちはしばしば失敗します。どうすればそれを修正できますか実は私たちは失敗から成功しました。なぜこれを言いましたかこれについては以前に話しました。あなたが失敗したという度に、カルマはほとんど消費されます。 あなたは一度失敗します。それは少し消費します。あなたは一度失敗し、それは1ポイントかかります。このカルマは多すぎて量が多すぎて1万ポイントあると言います。ええと、一度失敗すると1ポイントかかります。1万回失敗すると消費されます。消費された後はなくなります。なくなったら自然に自分をコントロールできるようになります。 カルマと習慣があれば、あなたは自分でマスターになることができます。現時点では、誰もがあなたを悩ませても、それに追加することはできませんが、誰もがあなたを台無しにするようになりますが、台無しにすることはできません。あなたが法と義理の境界に住んでいるなら、あなたは間違いなく平和に暮らすことができるでしょう。 ですから、失敗するたびに、何も見逃さなかったので、実際に苦しむことはありませんでした。しかし、あなたがそれを減らすたびに、たとえそれが勝ったとしても、それはあなたによって減らされます。減らす終わりに、本当の成果は私たちであり、減らす終わりにそれは完全に死んでいます。ですから、誰もがこれらを覚えておく必要があります。覚えていない場合、 将来の成功の見込みはなく、成功の可能性もありません。あなたは常にこの永遠に苦しむ海に浸ることになります。あなたがそれを減らすことができ、失敗することを厭わず、そして失敗を恐れないならば、それを減らすだけで、あなたは最終的に勝つでしょう。なぜなら、戦いの終わりに、それはなくなったからです。あなたの事故の増加も減少もありません。 重要なのは、それと戦う気があるかどうかです。これは、非常に重要です。ですから、どんなに多くの人やものが邪魔をしていても、何人の人やものが問題を抱えてきて、あなたのところに来て、あなたは、この機会に、あなた自身のカンフーを練習するだけです。皆さんがうまくやれることを願っています。これらは、すべて精神修行の実践です。 これらのことについて確信が持てず、それでもうまく練習できるというなら、それは不可能です。つまり、一人で悩むだけでいいのですが、一人で来ると世界がめちゃくちゃになってしまいますが、どうやって育てるのですかあなたもそれを修正することはできません。修理が終わっても大変困っています。多くの人が、私は世界にいるので、悩みを心配するために、 たくさんの人がいるので、深い山や原生林に足を踏み入れました、と言いました。さて、深い山や原生林に行くと、誰も気にせずトラブルを起こすことはありませんが、ハエヤカは必ずいるのでしょうか。あなたは何を言っていますか毎日ハエヤカに腹を立てますかその後、あなたは怒ることはできません。ですから、よく考えれば、正直に練習する必要があり、 他の幽霊の考えは考えないでください。不気味な考えはあなたには役に立たない。すべての主張やその他の真実は習慣や感情に従わずに、ブッダのような教師のようになることができると誓います。あなたはそれがあなたであり、それが何であれ、あなたはあなたの領域に住んでいることを知っている必要があります。自分の法則を守り、もうを追いかけないでください。 夢を追いかけます。あなたが自分のカルマを消費し、常に敗北する将軍になることを厭わないなら、あなたはきっと最終的に勝つでしょう。混沌としたひたむきではなく、大きな喜びと自信、大きな勇気と勤勉さを持ち、自分の一部になり、知恵を生み出します。すべての存在の基盤に巧みに適合します。感性と思いやりは、無限の喜びと家であり、 すべての主張を積極的に救います。ブッダの目で見た世間シリーズセミナー第5。不追主化調査業法差別系におけるブッダの知見検知。 第五回醜い報いと単成な報いにおける異なる因果応報私たちの今世の言動が目前の出来事に影響を与えるだけではなく、来世にどのような顔つきで生まれ変わるかにも直接関係していることはご存知でしょうか醜い顔で生まれ変わりたくなければ、 仏様の教えをよく聞きましょう。その当時、お釈迦様は、鹿長者にこうおっしゃいました。主情に醜い報いにつながるカルマは、十種類あります。一、よく怒ること。二、よく憎むこと。三、他人を惑わすこと。四、 主生を困らせたり、悩ませたりすること。五、両親を敬愛しないこと。六、賢人聖人を強敬しないこと。七、賢人や聖人の衣植獣に関する具や糧を奪うこと。八、仏塔や寺での明かりを消すこと。九、 醜い人を軽蔑すること。十、諸の悪行をすること。以上の十種類のカルマで醜い報いにつながる。また、主情に丹精である報いにつながるカルマは十種類あります。一、怒らないこと。二、衣を伏せすること。 三、父母を敬愛すること。四、賢人、聖人を尊敬すること。五、仏塔を塗って飾ること。六、仏道を掃除すること。七、僧侶の敷地内を掃除すること。八、仏塔を掃除すること。九、 醜い人を見て軽蔑せず尊敬すること。十、胆性な人を見て祝印、前世の因縁を悟ること。以上の従類のカルマによって胆性の報いを得ることができます。見やすいため以上の内容を表一に整理したのでご参考に。 次は醜い顔たちで生まれ変わらないために、今世ではどのようなことを避けるべきかを検討しましょう。最初の1から4は、いずれも他人に対する態度に関わるものです。第1、私たちは起こりやすく、何らかのことですぐ不機嫌になることがあるのか。 第二、他人を嫌ったり、恨んだりすることがあるのか。第三、他人を騙したり、惑わしたりすることがあるのか。第四、人を困らせたり、悩ませたりすることがあるのでしょうか。もし第一から四条のいずれのことがあれば、将来醜い人となる過方につながるのです。 第五は、父母を敬愛する気持ちがなく、気配りしたり、親切にしたりすることはしません。このような人は、綺麗な顔たちで生まれ変わることが期待できません。第六対七は、賢人成人に関係しています。成人に無礼を働いたり、 成人の財産を略奪したり、つまり創院や寺のものを奪ったりしたら、醜くくなります。第9は、醜い人を見下ろしたり、悪口をしたりすることが、簡単に犯しやすいです。牛い人を見ると、すぐ軽蔑しやすく、少なくとも尊敬する気持ちがありません。 バカにしたりすることさえあるのではないか。人をバカにしたら人に及ばないということを覚えてほしいです。障害者を嫌がったり笑ったりしたら私たちは惨めになってしまいます。第10はもろもろの悪行の実行。つまり、 悪行する習慣があれば、あなたも醜いはずです。以上の十個のカルマは、すべて原因となり、人々を醜い過方を得させるのです。逆に、以上の十種類の号と反している言動は、人々を端正な過方を得させるのです。紙面の関係で、 省略させていただきます。皆様、ご自身の悟りにお任せいたします。では、また来週。